隼戸塚隼戸塚は、鹿児島県霧島市隼戸町内山田にある仏教遺跡、国の史跡。高さ2メートルの丘の上に五重石塔三基が立ち、その周りに武人石像四体が立つ。かつては、石塔はいずれも折れており、武人像のうち二体は、塚からやや離れた場所に半分埋まった状態で立っていた。 石塔は中央の一基が高さ6.6メートル、両脇の二基が約5.5から5.6メートルとなっている。発掘調査で欠落部分の石材が出土し、五重の石塔に復元された。ただし、長部の草林は見つからず、愛らし日、小山のカジキシホなど西日本の石塔草林を参考に復元された。軸石には仏像が掘られており、 仏像の表現は平安時代から欧州藤原市の仏教美術に見られる。武人石像は四天皇の石像である。復元前から建っていた持国天井像、明治時代後半に持ち出され、1915年に戻された増長天像離れて埋まっていた項目天像多門隆像があり、この他に発掘調査では、 千戸側からいずれの石像にも接合しない石像の部材とジャッキ台座の部材が出土している。鹿児島神宮社家に伝わる桑畑文書には、1737年写本の中心当社本寺衰弱のことに、北条界の王子に523基の石頭を4、天皇の石像、財とあることから、原本が書かれた南北朝時代初期には存在したと考えられている。 その由来について、発掘調査以前には、以下のような説が紹介されていた。しかし発掘調査の結果、寺院の遺構は確認できなかったが、塚を囲むように二重の石垣が検出され、石塔の残りの部分も出土した。さらに、塚の上に、石塔の基部が出土したことから、他の場所からの移築説はほぼ否定された。さらに、 旧聖国寺後石仏家と同じ工事元年の名を持つ石仏家が出てきたことから現在の史跡早隼塚は平安時代後期に聖国寺の前身寺院として作られたという説が有力になっている。早隼塚という名称を最初に用いたのは鹿児島神宮の神主であった桑原君幸である。彼の著作である国部の古籍に早隼塚、 一名熊祖塚と記されているのが書室である。それまでは、軍神塚、将軍塚、熊祖塚などと呼ばれていた。江戸時代の知識録、三国名称図絵』には、史跡早戸塚より約4キロメートル北東の国部、茂久付近にある早戸塚が紹介されている。ここは、かつては、鬱蒼とした森のようであったらしいが、現在は木などは、全くなく石碑が建てられている。 この一帯は、養老四年のハヤトの反乱の際の、ヤトの戦死者や残首死体を埋めた場所であると言われており、首塚とも言われている。この周辺には、その関連性を思わせるようなマイタ伝、舞田殿、除雪屋部といった地名も残っている。この場所の近くには、現在は日向三代の夫婦神が祀られているが、もともとは、ヤト族の神々を祀っていたとも言われる。 留城神社が鎮座している。この神社では、早との霊魂がたたりをなし人民に害を及ぼしたため、その霊を鎮めるために、王のみゆという祭りが、慶長の中頃まで行われていた。霧島市立早と塚史跡館、大正10年3月3日に、国の史跡に指定された。1970年に、石塔の積み直しと、モルタルによる修復が行われたが、 長らく風雨にさらされたこともあり、またモルタルによって石塔の外観が損なわれていたことから、1992年から整備事業に着手。1994年から始まった一連の発掘調査の後に、石塔の復元と石像の再配置、修復が行われ、2000年に整備が完了した。ありがとうございます。